すごい大事なことを今日言いますので、アメリカの大統領選挙でね、大規模な不正が行われたこと皆さんも知ってますよね。新型コロナウイルス、アメリカ大統領選挙、世界で起きている問題に今年もトラコ先生は切り込んでいきます。もうめちゃくちゃですね。アメリカ豊岡家のお正月、皆様明けましておめでとうございま す。長男抱負どうぞ。テスト100点取りたいな。長女の豊子、豊家野菜とおんこきんで今年も元気に頑張りたいです。では次男、どうぞ。僕やっぱりサバの味噌煮。僕サバの味噌煮。お母さんが言う前に言っちゃダメよ。ボーノまたボーノなんだ。皆さんが幸せになり、私が幸せになり、豊家家が全員が幸せになる、そういう食べ物をいっぱい作ろうと思います。そういう環境をいっぱい作ろうと思います。そういう心を、幸せの心をいっぱい作ろうと思います。日本人を立ち上がれ、みんなで頑張っていこうと思います。ではでは皆様、改めまして明けましておめでとうございます。毎年恒例、トラコ先生による新春トークが今年も開催されました。2021年は新春豊受けトークと題して、昨年結成された新ユニット豊受けファミリーから皆様へ新年のご挨拶です。では皆様、どうぞご登場ください。皆様、豊受けファミリー、私がお母さん、お父さん、長男、次男、長女です。皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。昨年2020年は全てを愛するというですね、メッセージを書いていただきました。はい、では行きます。平安時代から始まった儀礼行事、書き初め。時を超え、令和3年、トラコ先生が下ろす筆に注目が集まります。はい、耐え難きを耐え、忍びがたきを忍び、まあね、まあ、どこまで忍耐を持ってやれるかっていうところで、もう1ミリでもね、こうね、ぐっと耐えるってことをやっていこうということでね、今年はまあいろいろね、世の中見ますと歯がいたらしいこと山ほどあるんじゃないですか。でもそれをくっとこうこらえてみようかと。これも神様、仏様がおぼし召しでくれたことであるなと思ってですね、耐えてみようじゃないかと思いましたんで、自分の限界を超えるってことを皆さん一緒にやろうね。で、今目の前に起こることっていうのは用事があって起こっていて、長い目で見れば悪いことじゃなかったりすること多いから、まあちょっと目先ではね、嫌なことがいっぱいあると思いますけども、ぐっとそこをね、日本人の素晴らしいところはさ、やっぱり耐えることがね、できるって素晴らしいと思うよ。ですからね、もう早速、正月うちの娘と大喧嘩しまして耐えられませんでしたけども、もうね、すごいのが大魔王がいますんでまあでもね、彼女の言い分もあるなと思ってですね、今もう帰りましたけど、メールでごめんねごめんねごめんねってずっと送ってますけど、返事来ませんはい、自分の限界を超える2021年でした。はい、トラコ先生どうもありがとうございました。皆さんの健康と幸せを祝してここにいやさか。豊受けの繁栄はまさに日本人意識のバロメーター。豊受け原始で高らかにいやさかと叫びましょう。酔っ払っちゃうじゃんこれうまい。日本に本当に飛行機で降り立つと、この匂い、イギリスに20年ぐらいいたからね、この日本の匂い、この日本の山々、この日本の海、この日本人の鳥、日本人たち、君らを愛してるんだ。
気になる内容は概要欄から本編をご覧ください。防空にしてなるものかと。お米から作られるのはお酒だけではありません。豊受で育てられたもち米、黄金餅。豊受のもち米で今つきたてのです。あったかいです。久木田君、この米は何でしょう？はい、こちらは、はい、黄金わせっていうもち米になります。黄金わせね、ぼた餅とかそういうので使えたりしますね。それから上新粉とかそういうのにも使える可能性があります。よいしょ。縁起の良い紅白餅を作るべく天然の紅花を生地に混ぜ込んでいます。トラコ先生の着物も天然色素で鮮やかに染められています。よいしょ。お父さん、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 合成着色料などを徹底的に排除し、限りなく自然のものから恩恵を受ける、それが豊受自然農の大切な理念であります。自然への感謝を忘れてはいけません。よいしょ。よいしょ。よいしょ。やっほー。こうやってね、日本独特のね風習をやっていくのよね。これが大事なんだ。あ、またすごい音で。古来から日本では稲作信仰というものがありました。稲は生命力を高める神聖な食べ物であり、米をついて凝縮した餅はとりわけ生命力が高いとされています。ほんと濃くてもちもちしておいしいです晴れの日には餅つきをして自然の生命力を皆で分かち合う、これが自然と共に生きる日本人の真の姿であります。これからもね、よろしくね。ありがとう。じゃあみんな、またね。はい、お疲れ様でした。本年度もよろしくお願いします。よろしくお願いします。豊受チャンネルでは、自然を愛し、日本文化を愛する私たちの思いを発信していきます。チャンネル登録、よろしくお願いします。